皆さんこんにちは。日本に住んでいる韓国出身ケジャジマです。今日動画今2本目撮っております。1本目はですね、韓国映画ハチドリっていうね映画についてね軽く説明をして、見た方がいいですよ、おすすめですよって、あの簡単なあらすじを紹介した動画があります。でこの動画を出したんですけれども、今はネタバレありですので、映画をまだ見てない方はちょっと映画を見てから来ていただきたいです。はい、ネタバレありでいきたいと思います。興味ある方は最後まで見てください。では行きまーす。こちらの映画ね、ハチドリっていう映画なんですけれども、韓国語ではボルセって言います。鳥の名前ですね。で私このね DVD を借りた時に、うちの次男がハチドリってひらがなで書いてあったんで、え何この映画ママ、何借りたの、これ鳥の映画なのって言ったんで、え鳥の映画じゃないよって言ったら、次男がママハチドリってね、あのホバリングできるよって、ホバリングって言って、この鳥ね、一回こう飛んだら、この止まった状態で8回ぐらいこうやってね、あの羽ばたきできるよって教えてくれて、え、そうなの？そういえばこの映画ってなんでハチドリって言うんだろうと思って、ちょっと疑問が湧いてきて、それで調べました。そしたら、この鳥、20回から90回羽ばたきができて、空中でこう浮くことができると。でめちゃくちゃ小さい鳥らしいんですよ。めちゃくちゃ小さい鳥なんだけど、生きるために必死にこうやってね頑張って羽ばたきして、で口こうやって鼻のところにこう突っ込んで息を吸って生きていくと。だからその映画の主人公、中学2年生のウニちゃん、生きていくためにもう必死なんですよ。もういろんなことがあって、悲しいことがいっぱいあって、ストレスもすごいんです。でそんな中で彼女は彼女なりに一生懸命生きていこうと思って羽ばたきをする。そのウニちゃんの姿がハチドリに似てるから映画のタイトルがハチドリになったみたいです。 ちなみにこのホバリングっていうのもね調べたら、 Hovering Hover H-O-V-E-R 空中でぐるぐる回るっていう意味なんですけど、ヘリコプターが上でこうやってねぐるぐるぐる回ったりする、これはホーバーって言います。なんで空中で浮いてこうやって羽ばたきしてるからホバリングができるよっていうふうにね。なんでこの英語、そうそう、ちょうどねこのハチドリの話を次男とやって、ホーバーっていう英語を調べたその日に、私英語の勉強してたんですよ。問題集解いてたんですよ。そしたらヘリコプターがホバリングしてるこの文章が出て、ヘリコプター is hovering みたいな感じでこう書いてて、おおバンガバンガーと思ってね、あ嬉しいと思って、めっちゃ嬉しかったです。自分が勉強した単語がすぐ次の日とか当日見るとめちゃくちゃ嬉しいんですよ。なんで hovering 定着しました。この映画って中学2年生の女の子のごく個人的な話なんですけれども、この映画なんでヒットしたかというと、めちゃくちゃ共感できるんですよ。で共感できるから感情入りしちゃって、みんな見ちゃうっていう。演技も素晴らしかったですし、役者さん全員演技良かったです。キャスティング完璧でした。私映画なんか良くてもキャスティングなんでこの人入れたのってなると、なんか集中できなくなるんですけど、韓国映画ってそういうのあんまりなくて、どんなに小さい役でも完璧な人入れるんですよね。完璧にぴったし合う人入れるんですよ。そこがやっぱり映画のね質を上げるっていうか、感情入りしやすいポイントだと思うんですけど、キャスティング完璧でしたね。ウニちゃんね、学校でもストレスがあって、家は最悪も地獄のような感じで、親からの愛情も足りなくて、お兄ちゃんに殴られ、自分の気持ち分かってくれる人誰もいないっていうね、そういった環境ですごくストレスが多いんですけど、さらに社会からのストレスもあるから、その社会から受けるストレスも描かれていて、いろんなことがこう共感できましたね。私もこう韓国に住んでた時に、なんでこんなことがえみたいな事件があったりするんですよ。急にデパートが崩れてきたりとか、本当にニュース見て、えこれ映画ですかみたいな。日本もありますよね。 なんでこういう事件があるので、私ももうえもう最近もありましたよね、これ映画なんですかと思って、今でもちょっと信じられないんですけど、日本で民主主義の日本でこんなことあるんっていう、びっくりするような事件があったりしますよね。船の事件もありましたよね。韓国でもセウォル号ショックな事故がありましたし、日本でもありましたよね最近。なんでこうなるの、やっぱり社会から受ける
ストレスあるじゃないですか、私たちも。だからそういう面も描かれていて非常に共感ができました。塾の話を少しします。で、韓国と日本のちょっと文化の違いなんですけれども、日本で塾っていうと予備校とかね、受験勉強を教えるところですよね。英語で言うとクラムスクール、クラムって頭に叩き込むっていう意味なんですけど、知識をこう注入する学校っていう意味でクラムスクールって言うんですけど、だから塾はクラムスクールだと思うんですよ。日本はピアノとかそういう芸術関係とかだったら教室っていうじゃないですか、ピアノ教室、ヨガ教室とかね。そうなんですけど、韓国はちょっと違ってて、ハクウォンっていう言葉を使うんですね。で、ハクウォンっていうのは学院っていう漢字を使ってハッコンって言って、非常に広範囲なんですよ。勉強を教えるところもハゴンって言います。もし英語だけ教えるとこだったらヨンゴハゴンって言いますし、数学専門だったらスハクハゴンって言います。芸術関係でも使えて、ヨガ教室はヨガハゴンって言ったり、あと料理教室だったらヨリハゴンって言ったりね。そういう風にね、ハゴンっていうのは範囲がすごく広くて、ハゴンだけ言ったら勉強系ですね。でもしもうちょっと具体的に言いたかったら、イプシーハゴンっていうとより通じます。クランスクールはイプシーハゴンです。イプシーは入試っていう漢字使うんですけど、入試、試験のためのね、学院だよっていう意味でイプシーハゴンっていう、言い方をします。そのウニちゃんが通うところはクランスクールじゃなくて、塾じゃなくて漢字を教えるハゴン。結構ね、珍しいんですよね。私がちっちゃい時は漢字を教えるハゴンとか周りになくて、習字を教えるところはあったんですけど、そんなにこうポピュラーではないです。なんかそんなにいっぱいあるわけじゃないんですよね。ないんですけど、彼女は、そういうところに通っていて、で韓国の漢字の勉強どうやってやるかっていうのはそこ見ると非常にわかると思う。日本と違います。そう、めっちゃ良かったんですよね、そこね。私を知ってる人はたくさんいるけど、こっちを分かってくれる人は何人いますかっていう、ね、そこね、良かったですよね。皆さんね、もう映画ご覧になったと思うんですけど、そういうのを感じて、韓国はどういう風にやるか、そこね、見ていただきたいポイントでございますが。で、そういうハゴンにね、通ってて、そこに新しい先生が来るんですけど、その先生はソウル大学出身です。ソウル大って韓国でトップなんですよ。日本の東大みたいにね、韓国で一番、てっぺんの頂の大学でございます。で、優秀な方ですね。優秀な方で非常に優しくて、ウニちゃんのことをよく分かってくれる先生で、彼女は心を開かない子なんですけど、その先生が初めてウニちゃんに共感してくれて、気持ちを分かってくれて、心を開いていくじゃないですか。で、その先生役で、ね、めちゃくちゃ良かったんですよね。で、そのお茶、ほうじ茶出ますよね。韓国ほうじ茶ポピュラーじゃないんですけど、日本のお茶ですけど、さすがソウルで博士がだるねよ。もう他の国のお茶もね、分かって、しかもなんかウニちゃん今日ちょっと機嫌悪いなと思ったらお茶を出してくれる、このセンス、もう素晴らしい。ここでホッとする時間、先生とウニちゃんのね、お話をする時間、めちゃくちゃ良かったです。あのお茶が出るたびに私ホッとしました。ウニちゃんよかったねと思って、あと面白かったポイント、さっきソウルでの話したんですけど、その学校の先生がね、担任の先生が子供たちにね、不良やってる子の名前を、2人の名前をみんな書きなさいって紙配って、不良っていうのはカラオケに行ったり彼氏を作ったりとか、そういう子だよとか言って、塾サボったりね、そういう子の名前2人書きなさいみたいな。何それと思って、でそれ書かなきゃいけないんですね。その先生がね、それやった後にみんな手挙げなさいっつって手挙げて、ウェチャー叫べって言って、ノレバンデシンソウルデガジャーってね、叫べって子供たち言わせるんですけど、ノレバンっていうのは、ノレは歌です、バンは部屋、だから直訳すると Singing Room、 意味はカラオケです。日本語のカラオケは、カラはフェイク、本物じゃないよっていう意味で、オケはオーケストラだから、偽物のオーケストラだよっていう意味でカラオケなんですけど、韓国は歌の部屋っていう風に言います。面白いですね。なんで歌の部屋はカラオケ、だからカラオケ、ドレバン、デシンは代わりにっていう意味です。カラオケの代わりにソウルデガジャー、ソウル大行こうだからカラオケとかね、彼氏作ったりせずに
ソウル大目指そうよ、ソウル大行こうよっていうのを言わせるっていうね。それで面白かった。なんか子供たちドン引きしてね、えみたいな。でやらないと怒られるし、手を上げるんですけどこれぐらい、こうやってノルマンデシーンソウルでガチャーって、毒ゲーノルマンデシーンソウルでガチャー、そんな높이들고큰소리로ノルマンデシーンソウルでガチャーってずっと言わせるっていうね。私の日本語勉強したきっかけの動画に、あの地下鉄50回言わせた話ありましたよね。韓国の先生よく言わせますね、何回も同じこと。それは面白かったです。そこすごく面白かったのと、あとこの映画見ると理不尽なことがよく出てくるじゃないですか。理不尽な人、その漢字を教えるハゴンのね、教室の院長先生、あの先生見た時に、うわめっちゃわかる、こういう人韓国におるおるおると思ってね。私もやられましたから、いるんですよそういう大人が。いやこういうタイプはね、日本より韓国の方が多い、韓国の方が多いです。私の個人的な意見ですけど、韓国の方が多いんですけど、私の経験をね、私ね、うちの父が日本に、私嫁に行ってから一回韓国に休み1ヶ月ぐらい帰ってきたんですけど、夏ね。そしたら父が、君は韓国人なんだから日本に行ったら韓国料理をなんか食べたいとか、韓国料理を作る機会が絶対あるから料理教室にちゃんと通いなさい、自分の国についてねちゃんと知ること大事だから、自分の国の文化をちゃんと知ることは大事だから料理教室に行った方がいい、行きなさいって言われて、それで行ったんですよ。みたいな感じで、ね、行かされたという感じですかね。それで行きました。それで行ったんですけど、教える先生はめちゃくちゃ良かったんですよ。40代ぐらいの先生で、なんかスラッとしてるスマートな先生でね、頭もいい先生で、なんか料理の教えるテクニックも良かったし、人柄も素晴らしい方で、謙虚で優しくて、すごくいい先生で、私好きだったんですけど、院長先生ね、マジで理不尽なことがあったんですよ。その先生ね、授業中にしょっちゅう入ってくるんですけど、なんか自分は多分お手伝いに、サブティーチャーとしてね、お手伝いに来たつもりなんですけど、全然役に立ってないんですよ。もう例を挙げますと、授業中に勝手に入ってきました。私たち出席を取った後にね、誰々さん誰々さんって取った後に2分後ぐらいに入ってきました。そしたら先生は授業始めるじゃないですか。あおねれよりねとか言って、今日の料理はとか言ってこう説明してる途中にですよ、入ってきて、ウェインサルラーねって言うんですよ。なんで私に挨拶しないのって。お、トップが来たのに、お前もう平社員がね、先生がなんで私に上司に挨拶をしないのかって言ってくるんですよ。はと思って、私だってこうやって見たんですけど、で先生もえってなりますよね。一瞬先生こうやって固まったんですけど、アニクロニカ내가들어왔는데ウェインサルラー何やこうって言うんですよ。ガッチ뭐하는거야지금소씨가ねって思って、私もね、その映画の主人公のウニちゃんみたいに、なんか理不尽なことがあっても何にも返せない、やられっぱなしで何にも言えなくても、心の中ではもうっていうのはあるんですけど、何にも言えなくていつも我慢してたんですよ。仲いい友達にいたり親にいたり一人で泣くみたいな。ウニちゃんもそうなんだ、何にも言えなかった。ただ彼女はその先生に出会ってから、先生が立ち向かっていいんだよっていうのを先生が教えてくれて、そこから彼女は立ち向かうんですね。私はあの時立ち向かえなかった、先生を助けてあげたかったけどできなかったです。こうやってね、こうやって見るしかできなかったんですけど、そういうことがよくあって、授業中しょっちゅう入ってきて、先生説明してんのにしょっちゅう声かけてきて、どうでもいい話してきたりとか。だから私あの院長先生大嫌いだったんですよ。本当やめてくれって、入ってくんなと思って。でしかも私最初授業料払う時に、うちのお父さんがね、クレジットカードで、お父さんのカードで払ってくれたんですけど、ちゃんと支払われたんですけど、次の日に、いや支払われてないと思うとか言って、えっと思って、カード貸してください、もう一回やってみます、何回も何回もやって、いやちょっと待ってくださいと、私カード会社に電話して確認するから待ってくださいって、でお父さんに話して電話したらちゃんと支払われたと。それで私が、あのカード会社に今確認しましたんで、支払われたんでカードもこれからやらないでくださいって私言ったんですね。そしたら、ああ支払われてましたって言って、
もう本当にでもイライラ、もう会うたびにイライライラして大嫌いだったんですね。そういう大人がいるんですよ。あともう一個あります。で、私韓国のソウルの電車乗ったんですけど、電車乗った時に60代のおじさんが満員電車にですよ、満員電車に熱々の自販機のコーヒーを買って乗りました。蓋なしのやつね、蓋ない安いコーヒーね、それを持って入りました。もう揺れるよね、電車って揺れるし、満員電車だから危ないじゃないですか。なのに私ここ立っとって、私の隣に大学生、まあ、1年生ぐらいの本当フレッシュな感じでね、1年生の女の子2人立っとって、でおじさんが隣にいたんですけど、こう揺れて、で女の子危ないからこうやってあーってやったんですよ。で女の子とおじさんぶつかったんですね。で女の子何にも悪くない、悪くないのに、でコーヒーがこぼれたんですよ。そしたらあーちっちゃい、あーくっちょくてもね、そうだったじゃない、まあ、色もそうはるれぬごえよ。いやちょっと待って、満員電車に蓋なしの熱々のコーヒーを持ってくる優がおかしい、あなたが非常識なんですよって私言いたかったんですけど、あんな人に言っても喧嘩になるだけだから、もうちょっとしばらく見てたんですね。そしたら、あにあたしちょんあむごとあぬんあちょんくにゃんかまにそいそうなんだよって女の子がいたんですよ。そしたらいちょるもんがってりもうまるでだぶる、ちょっと待ってた、ここで若者がなんで出てくる、若者関係ないじゃん。そのね、理不尽なことを言う、そういう大人ってね、大体 若者はなんとか、若者はなんとか、昔の人はこうだったのにうちらはこうなのに今の若者はいかんとか、そういうこと言う、もうほんと大嫌い。それでね、女の子すごいもう怒られてて、もうあかんなと思ったんで、私間に入って、で私が女の子にちょカヌロ隣の車両に移動してって、こうやって目で指示して、それで生かして、で私こうやっていって、こうやって壁を作ったっていうね。もちろん喧嘩はねしてもしょうがないし、大声です、もう言ってくるから、もう声大声出したらもう勝ちだと思ってるでしょ、そういう人って。だからもうこうやって壁作って体をこうやってやってたんですね。それで女の子だけちょっとあの避難させたんですけど、そういうことはあるんですよ、そういう理不尽なことが。私前韓国にいると天国と地獄を行ったり来たりする感じがしますよって話したことあるんですけど、まさにそういうことです。電車の中で非常に優しいソウルのおじいちゃん、日本の本を読んで天才を育てるおばあちゃん、かよこおばあちゃんの話したりするおじいちゃんに会うと、いや素晴らしいな、やっぱり都会のおじいちゃんはダンディーでスマートで素晴らしいって思って、今日はいい日だなって思うんですけど、そういうコーヒーこぼすね、そういうおじさんにが来るともう最悪なんですよ。その日本当もイライラして、もうなんでこうなるのみたいな、血が悪いねみたいな、怒りたくても怒れないし、怒ってもどうしようもないから。理不尽なことが映画にね描かれてるので、うん、皆さんも、まあ、日本の皆さんも共感できるところあると思いますね。特に社会から受けるストレスに関しては皆さんもあのうんうんうん分かる分かるって思うと思うんで、皆さんよかったらねこの映画見てください。心理描写が素晴らしかった、私泣きましたから。もうお兄ちゃんの気持ち考えるとね、もう涙が出てきてね、めちゃくちゃ良かったです。この映画のタイトルね、ハチドリって、この小さい鳥なんだけど、ウニちゃんも小さいし弱いんだけど、生きていくために必死にもがいてる彼女の姿を映画で見ることができます。本当にね、日本も韓国もなんでこんなことが起こるのって、ニュースでなんでこんなことを子供たちに見せなきゃいけないのって、なんで戦争が、そういうことをね思うと思いますし、ニュースで見ることだけじゃなくて自分のことでもね、自分の周りのことを見ても理不尽なことってたくさんありますよね。私だったらこうするのに相手はなんでそうやって言ってくるんだろうとか、この人はなんでこんなに非常識なんだろうとかね、この先生言ってることおかしいとかね、そういうことあると思います。なんか今まで私はそういうことに立ち向かうことができずに我慢して生きてたんですけど、男の子を3人産んだからか知らないんですけど強くなった気がします。あといろんな経験をして、日本と韓国両方のね国に住んでいろんな経験をして、いろんな人を見てきて、いろいろやられてもうボロボロです、もういろいろあってね、いろんな経験があって、であとお勉強とか頑張ってね、
で達成感みたいなものも味わいましたし、なんでいろんな経験をしてきて自信がついたんですかね。女の人って家買って家自分で建てて子供を産むと強くなるよっていう話を聞いたんですけど、本当かもしれません。うちもね家建てました。家建てて男の子、しかも男の子3人ですから、こう育てていくうちに私強くなった気がします。だからもう今はねもう立ち向かいたくなったんですよ。理不尽なことがあったら立ち向かいたくなりました。私日本でね外国人として受けたストレス、差別まではいかないんですけど、そういうこともあります。その話もね今度したいんですけど、そういうことがあった時にこれからは立ち向かいます。私立ち向かいたいと思いましたし、皆さんも理不尽なことがあった時に我慢しないでください。この男は何なん、今私何やってる、社会運動とかやってる、あーとか、そういうつもりじゃなかったんですけど、とにかく変なこと言う、の大人のこと言うこと聞かなくてもいいよっていうことを言いたいです。私も理不尽なこと言う人間に対しては立ち向かいますし距離を置きますし、まあ、もちろんそういう人はもう注意したところで変わらないと思うんで、人間そう簡単に変わらないので、うん、まあ距離を置くしかないんですけど、皆さんもねそういうことがあると思うんですけど、そういう理不尽なことがあった時はコメント書いてください。みんなで話し合ってストレス発散しましょう。で私今度の動画で、ね、発散しますんで、もう叫びますのでね、よろしくお願いします。心の準備をして次の動画待ってください。はい、今日ハチドリっていうね素晴らしい映画を紹介しました。この動画を見た方は本当に皆さん ここ共感できたよ、ここ素晴らしかったよという思ったところあったらコメント書いてくださるとありがたいです。この動画良かったよと思った方はいいねとチャンネル登録お願いします。最後までご視聴ありがとうございました。では次の動画でお会いしましょう。アンニョー。